土曜日総刊号百三十六年七月四日土曜日は九百三十六年七月から翌九百三十七年十一月まで刊行された日本の各州新聞である半径はタブロイド版で全六ページ価格は一部参戦であった表紙には生活に対する勇気精神の明晰隔てなき友愛のスローガン総画が掲げられその下に 中井正一、のせかつおによる、三分四風の関東ことが添えられた。滝川事件後、反ファシズム文化運動のメディアとして、雑誌、世界文化創刊を刊行していた、中井正一、久野治さむらは、フランス人民戦線の機関誌、バンドルディに習い、新聞の刊行を企画、のせかつおと協議していた。一方、松竹下鴨撮影所の大部屋俳優、 斎藤雷太郎が観光していたミ込みし、京都スタジオ通信は、書き手不足に悩んでいた。この両者が話し合った結果、スタジオ通信を中井らが継承し、各収支を新たに刊行することとなったのである。この新聞は先日の金曜日にちなみ土曜日と命名された。1936年7月4日の総刊号は、 スタジオ通信の号数を引き継ぎ、第12号となっている。総刊号には、兄弟、いこいと思いの午後、板に建造の表紙へ、中井翔一による、関東こと、花は、鉄時の森土の上にも作が掲げられ、二千部が刊行された。野瀬勝夫と林要が編集委員となり、斉藤が事務局として経営を担当したほか、中井、新村武氏 熱正氏、竹谷光雄、辻部正太郎、清水光、市村慶吾ら、世界文化の同人が、常連の執筆者として協力した。また岡田翔三、加納隆三、熊沢又六、栗本勤、住谷家次、竹中和夫、谷口善太郎、長広俊夫、西谷宗夫、掛橋秀明、堀内勝子、真下真一、森本文雄、米田三治。 和田洋一のほか、第34号のアメリカ映画、失われた地平線特集号では若き日の淀川長春も執筆に加わった。内容は、政治欄、海外情報欄に始まり、文化欄、映画欄、防具欄、漫才落語欄まで幅広い内容をカバーし、特に中井翔一らの意向もあって、大衆文化に関する批評に大きく、主面を割いていた。 土曜日の配布網は事務局の所在する京都を中心に京阪新地域に限定されていた。しかし、斉藤のアイデアで現在の喫茶店の源流である新興喫茶において販売してもらい、売上金の一部を喫茶店に支払うという当時としては画期的な販売法を取ったことから次第に売上を伸ばして最大8000部、平均でも4000部まで観光を増やした。さらに、 遠隔地から郵便切手による購読申し込みも増えたため、経営は黒字となった。フランスは喫茶室、築地などの喫茶店のほか、幼児や化粧品店、藤井大丸百貨店などが、たびたび広告を掲載している。中井とのせは、将来的には、全紙面を当初で埋め、編集委員が、編集だけを担当する文化新聞にしたいという構想を持ち、 紙面の下半が当初で構成されるようになる。しかし、土曜日及び、世界文化は相関当初から、京都府警察特攻課の監視対象となっていた。本市が、コミンテルンの人民戦線戦術につながる運動と、みなした、府警特攻課は、1937年11月8日、斉藤、中井、新村、増田、谷口を治安維持法違反容疑で検挙し、土曜日は、 第44号をもって廃刊を余儀なくされた。翌1938年にかけて関係者全員が検挙され、関係者は半年から2年にわたり拘置、収監された。ありがとうございます。